前回もシャロンビーチ来ましたが、前回よりも天気は確実にいいですね。でしかもタイ人の旅行者も結構来てます。船もいっぱいありますね。これは船待ちのお客さんなんでしょうか。あ、ツアーですね。ツアーで船待ちですね。海も綺麗ですね。こっちの方が全然いいな。前回バイクでここずっとまっすぐ行きましたね。お、綺麗。島もありますし、あ、いいな、ここで。前回あそこの、わかりますでしょうか、あそこのネズミ色のここに泊まりました。このホテルがまた良くて、さっき、アゴダで調べたら900バーツぐらい、まあ、ざっくり3000円ぐらいなんですが、部屋から直接表に出れて、で、表で、まあ、部屋からも海が一望できます。こういう風な感じで、で確かおそらく全部屋オーシャンビューです。すごい。僕こういうなんか海しかないとこよりもこういう風に島があったりポコ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 ある方が好きですね。こんな感じで、ツアーで来る人も結構いるみたいですね。はい、それではの現場から以上です。これ来ましたよ、やばいのが。ツーヌードル、太麺と細麺、バミのダブルで、いやおゆゆ、これ食べてみます。